はい、こんにちは。今ね、めっちゃ緊急事態が起きてます。なんとですね、今ツイッターで、フォートナイトの裏情報を暴露しまくる謎のアカウントが発見されました。DM で情報が来たんですよ。その、やばいです、やばいです、みたいな。情報をばらまきまくってる謎のアカウントがあります、みたいな。しかもなんかちょっと様子がおかしい、みたいなことも言われてるんで、まあちょっと今回はね、急いで見ていこうかなと思います。動画の途中なんですけど、クリサポね、始めたんでよかったら皆さんクリエイターサポートお願いします。SYONN、あ、すいません、間違えました。SYNOO です。はい。皆さん、クリサポ、よかったらお願いします。で、俺も初めて見るんだけど、あ、これですね。ゲーム研究所ということで、まあ、いろんなゲームの研究をしてんのかな？こんな小学生のネーミングセンスみたいなことある？ゲーム研究所？で、なんかゴールドロジャーだったりで、なんかフォロワーに、トシキがいるんだけど。トシキがいる。ちょっとね、今、チラッと見えてると思うんだけど、こんな感じでね、めっちゃいっぱい陸情報こうやって出してんのよ。こうやって、ほら。このツイートですね。フォートナイトとスパイファミリーコラボが2025年に来ることが確定。え？マジで？マジ？スパイファミリー来んの？ちょ、画像付きなんですけど、はい、これ。まあ、ロイド・フォージャーとかね、はい、夜とかね、まあ、いろいろありますと。で、アーニャが、アーニャ、なんかアーニャだけなんかリアルの人形なんだけど。めちゃめちゃコラ画像やんけ、これ。おい、どうなってんねん、これ。夜の武器、この剣のやつは何かわかんないけど。アーニャバックブリングだから、背中のアイテムなんかな？今、一個見てもらったらわかる通り、こんな感じでね、裏情報は裏情報なんだけど、なんかだいぶやばい情報を流してるんですよね、この人。次、フォートナイトと鬼滅の刃のコラボの報酬の一部をご紹介ということで、鬼滅の刃のコラボ？いやいやいや、俺そんな話聞いたことないんだけど、いつコラボすんの？あ、で、画像が、お、すごい、バトルパスで、炭治郎スキンだ。日輪刀の鶴橋で、炭治郎。え、あ、待って、言ってるわ、この人、ちゃんと。今年の2024年の10月3日に、フォートナイトのアップデートで、鬼滅の刃のコラボ確定だって。みんな、鬼滅の刃のコラボ確定してるらしいよ。ゲーム研究所が言うには。そう、この小学生が作ったようなアカウントのこのゲーム研究所が言うには、10月3日に、確定してるらしい。あー、すごい。なんか、これ何の方なんだろう？これちょっと鬼滅詳しい人わかるかな？で、ねずこは閉じ込められてます。次ね、もうちょっとどんどん行くよ、これも。あれで、9月1日。え、9月1日？もうあと2ヶ月くらいだよ。フォートナイトとチェーンソーマンのコラボ。チェーンソーマンも、じゃ、今年すごいコラボくんじゃん。なんか、スパイファミリーも、チェーンソーマンも、鬼滅の刃も一気に来んの？で、これ、パワーだ。パワーのね。はいはい。で、これ、バックパックが、パワーが勝ってた。勝ってたっていうか、大事にしてた猫ですね。あ、で、これだね。はい。チェーンソーマンのコラボ確定しましたよってやつで。はい。あ、でもなんか結構ちゃんと画像は作られてるわ。すごいすごいすごい。はい。フォートナイト×チェーンソーマン。はい。で、これ、バトルパスだね。ワンピースのなんか色々報酬がありますと。じゃ、悪魔の実も追加されます。はい。で、まあ色々とね、こういう風にツイートしてるんですが、もうこのもうみんなわかるでしょ。こんなんもう嘘だから、嘘です、はい。嘘ですよ。はい。じゃあなんでこれを紹介したのかって言いますと、俺の DM にね、デマ情報を流しまくる人がいたので、どうにか注意してください。騙される人が増える前に助けてくださいってことで、もう緊急相談がね、もう来ましたと。このアイコンのやつが本当のこと言うわけないだろう。すごい偏見言っちゃうけど。一応なんか俺 DM 送れるんですよ。だからちょっと DM 送ってみましょうか。アップデート情報の件、本当なんですか？で、ちょっと送ってみます。ゲーム研究所公式に。で、あとちょっと実際に喋ってみたいので、フォートナイトしませんか？ちょっと送ってみます。もうね、呼んだ方が早いから、こういうのはさ。はい、とこれちょっと返信待ちますわ。もうようわからん、俺。何をしとんだ、こいつは。あれでね、ヒカキンの住所知りたい人いるってことで、もうな、犯罪です、この、犯罪行為してます、この方。もうね、あれから1日ぐらい経ったんですけど、あの後ね、返信来て、本物いいですよってことでね、もう、いいですよって言われたんで、いきなりね、ID 教えてくださいって言って、今ね、ID 教えてもらって、フレンドになれましたので、ちょっと招待します。はい、VC もできるっぽいです。はい、やっぱ今回聞きたいからね、直接。こっからどういうアップデートが来るんですかみたいな感じでね。
こんばんは。こんばんは。お願いします。ゲーム研究所さん、年齢とかって公開されてるんですか？15です。あ、10、あ、そうなんだ。ちなみに寝起きですか？寝起きではないですね。あ、寝起きではないか。ゲーム研究所さんはどういう活動してる人なんですか？どういう活動？結構不定期ですね。動画上げたりしてるんですか？いや、動画は一応上げたりは。タイトルちょっと一つ教えてくださいよ。今まで上げた動画の。ワンピースあるじゃないですか。あ、はいはいはい。もしもルフィがいなかったらとか。え、もしもルフィがいなかったらどうなっちゃうのこれ？いや、麦わらの一味全員死んでますね。え？ルフィがいなかったら麦わらの一味全員死んでる。でなんですよ。ちょっと今日聞きたいのは、はい、ゲーム研究所さんの多分研究結果によるんですかね、わかんないですけど、いっぱいリーク情報を投下してるじゃないですか。はいはい。あれはガチなんですか？海外のツイッターをそれをそのまま普通に書いてってるだけですね。え？一応じゃあこれはゲーム研究所さんは信じて投稿してるんですか？信じてないですね。信じてない？はい。信じてない？エピック発表したいんで多分嘘だろうなと思って書いてます、ね。おーい。じゃああれ嘘ってことですか？いや、わかんないですね。あ、まだわかんないけど多分嘘だと思います。おーい。あ、騙したなお前研究所。ワンピースどっかで来るのはそうなんだと思うんですけどね。ああ、まあ研究所さん的にはじゃああるかもしれない。そうですね。ゲーム研究所さんはフォートナイト関係者の方ですか？いや、全く関係ないです。一ミリも関係ない。親族に誰もいませんね。エピックとか小指とかもかすってない？はい、無関係ですね。他人か。フォートナイトとスパイファミリーコラボが2025年に来ることが確定。でもこれ確定って言ってるじゃないですか。確定って言葉使っちゃってますよ。海外の人が似たようなこと書いてたんで、それをそのまま真似しただけですね。で、そこの画像を見てほしいんですけど、まあロイド・フォージャー、ヨル・フォージャーとかわかるんですよ。はい。アーニャだっけ？なんでこれリアルの人形なんこれ？いや、多分小さいからそうなったんですね。この画像は研究所さんが作ってるわけじゃないってこと？はい、まあ。いや、もう確定って言っちゃってますからね、これもう大変ですよ。いやでも、じゃあ2024年10月3日、これもう確定、もう、だからもう指定してるからね、日付を。10月3日、鬼滅の刃のコラボが確定してるよって、もうまた確定って言ってますよ、これ。研究所さん。いや、なんか予想なんですけど、なんかもっと、なんか確定って書いた方がいいなと思って。確定って書いた方が人が集まるかなって。はい。いや、もうこれね、研究所さん。これはちょっと、詐欺です、これ。いや、詐欺じゃないんですよね。これ、いや、詐欺だよ。何を言ってるの？騒ぎです、これ。被害者です。でも、あんま騙されてる人いないっすよ。シャノンさんぐらいしか。お、俺のことバカにしてんのか。勘違い招くじゃん。俺がそれ拾った人が一人いいんですけど、一人拾った海外の人が。その人バンされてるんですよね。で、それは何の関係があるの？アイコン、これ、アイコン5秒ぐらいで作った？これ。5秒ぐらいで作りました、ね。いや、だよな。デマ情報を流してる、やばいやつがいるぞって言って、シャローさん止めてくださいって来たんですよ。はいはい。研究所さんちょこい。大変です、これ。来てます、もう。いや、大丈夫ですよ、まだ。いや、大丈夫じゃないって、起きてるから、被害、もうこれ以上広めないでくださいって来てんのよ。いや、信じてるやつがアホなだけですよ。おーい、もうそれやばいぞ、それ。ちょ、マジ炎上だぞ、それ。大丈夫か？じゃあもう君もこれから、じゃあ、このゲーム研究所として、これやめない。まだやめないかな。ですね、じゃあこのね、皆さんのゲーム研究所は、嘘をツイートします。嘘ではないかもしれないですよ、まだ。来たら君が本当になるの。だからこの9月1日になった時に、じゃあ実際に君が嘘ついてるかついてないかが分かるってことね。サムネ詐欺です、これ。いや、サムネ詐欺でないですよ。シャンロンさんみたいなことしないですよ。いや、まだ俺がしてるみたいなの。俺してないぞ。ほんとまずシャンロンさん好きな人いいんですけど。うん。いいとくんいるじゃないですか。あんたでやってる時いつも、なんか、それが情報だけ出してるじゃないですか。ちょっとサムネ詐欺よりみたいなね。ね、それでなんか怒ってるやついたんですよ。それはすいません。ごめんなさい。いや、だから、俺もサムネ詐欺みたいなことをしてるんです。俺がしてるからしてるみたいな、なんかさ、なんで俺のせいにしてんだよ、お前。お前、それで言ったらな、お前、のが詐欺だろ。結構詐欺してて、おい、そうだ。ついこの前、尊敬してる YouTuber から一個下に下がっちゃった。俺はまだ生き残ってんだ。一応まだ生き残ってる。ああ。
でね、君もう一つ言いたいんだけど、ヒカキンの住所知りたい人いるとか言って、犯罪だから普通に。ツイート消しな、これ、すぐに。あ、じゃあそれだけ消しときますわ。違う、嘘情報を流すのも良くないから、それも全部消しなって。君がね、まあ、構成してちゃんとしたリーク情報を流すとかだったら、応援できるのはやっぱゲーム研究所。はいはい。そう、で、しかもやっぱ、まあそうだね。まあ多分まあ騙される人いないっす。いないかな。いい、騙される人、いや、いると思いますよ。いるかな。結構そういう頭おかしい人いるんですよ。お前な、それ。もうはっきり言っちゃうけど、それお前だよ。ほんと気をつけてください。はい、これ、全国指名手配です。ゲーム研究所全国指名手配です。ちょっと名前ワンチャン変えるかもしれないですね。じゃあ名前変えたら、速報でまた言います。皆さんに。君の懸賞金は、5ベリーです。いや、少ないな。当たり前だろ。チョッパー以下じゃないですか。アンチいたらすぐコメント消しときますね。弱すぎだろとか言われたら、もう、隠蔽する。隠蔽しときますね。新しい情報もないんだもんね。ないんだよね、今んとこ。新しい情報は、いや、後で作る予定ですね。お前作るって言っちゃってんじゃん。レイダースキンを消しますとか。はい、もう信用しません。さよなら。レイダー、え、レイダー消えます。たこいつはよー。ゲーム研究所はもう、害悪です。皆さん、通報してください、もう。ということで、情報流してる人はエピックの運営でも何でもなかったわ。もう、ただの嘘つき野郎でした。